皆さんこんにちは。ケイスケトラフィックチャンネルのケイスケです。本日は C118 ザ・メルセデス AMG CLA45S フォーマティックプラスをご紹介いたします。まずはみんな大好きパラメリカーナグリル AMG の証です。メルセデスミー羽田エアポートで以前撮影した動画ですが、ブラックでいかついその眼差しは CLS にも引けを取らないものでした。AMG お手製のエンジンは M139 型2リッター直噴ターボ421馬力最大トルク500ニュートンメーターを発生します。リアには 45S のエンブレム、現在 GT シリーズなどでは S はなくなったとのことで、 CLA にも今後改変があるのでしょうか。マフラーも両サイド2本ずつの4本出し、堂々たる風格です。タイヤサイズは前後とも255/35R19インチ、前後で味付けが変わるともう少し見栄えが良くなるかもしれませんね。リアディファレンシャルには AMG トルクコントロールが内蔵されており、後輪の左右間において状況に応じたトルク配分がなされるようです。 AMG フォーマティックプラスと総称され、よりスポーティーで安全な走りが楽しめることでしょう。以上、ザ・メルセデス AMG CLA45S をご紹介いたしました。もしご存知の方がおられましたら、 AMG GT などの後につく C や S が何の略なのかコメントでご教示ください。本日もありがとうございました。